コ PR 対決。イエーイ。私の強みは自分で決めて走り抜く自走力だというふうに考えております。どうもこんにちは、仙台リメンバーのバラマツです。どうもこんにちは、みなみです。みんないつもありがとう。イエーイ。ということで今日の企画は自己 PR 対決。イエーイ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 。ということで今回3名の学生にお越しいただきました。じゃあ自己紹介を穂積くんからお願いします。はい、明治大学法学部法律学科2年の穂積和樹と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。武家大学英語学科3年の高橋鈴香です。本日はよろしくお願いします。日本体育大学体育学部健康学科から参りました細井壮太と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。イエーイ。ということでですね、今日は3人の学生に自己 PR を1分間で披露していただきます。1分間ですか？たったの1分です。かなり厳しい戦いになりそうですね。それはそうですね。この戦いはかなり厳しいものとなることが予想されておりますが、はい、この限られた1分間という時間でいかに初めて会う方に魅力を伝えられるかっていうところを対決していただこうと思います、はい、でですね、今回は選ばれた1名の方に2つプレゼントがありまして。何ですか？はい、1つ目はなんと仙台アリエステッカー。よいしょ。欲しい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 。コメントが入ってくる。誰も喜んでない。今画面がコメントで埋め尽くされました今。そういうあれじゃない。ニコ動みたいな。ニコ動欲しいって。でもう一つはですね、南さんからなんとプレゼントがあるということで、一旦皆さん目つぶっていただいていいですか。南さんからこちらのプレゼントがございます。大丈夫これ本当に。はい、わかりました。はい、じゃあ皆さん目を開けていただいて、この2つの豪華なプレゼントをかけて自己 PR 対決していきたいと思います。やっていく。やっていく。僕から一言いいですか？もちろんです。なんで1分間かっていう話をしていきますね、そもそも。で、これ面接官って1日あたり20人とか30人とか見るわけですよ。で、常にお腹いっぱいな状態なのに料理が次々出されていくっていう状況になっちゃってるんですね。なんで、もう最初の一口二口三口がめちゃくちゃ大事なんですよ。それ以降のやつはもう食べられないんですね。なんでそこでかなり印象で決まってしまうので、だから20人30人見てもこっちは満腹で疲弊している状態 で1分間でどういうメッセージを届けるかっていう、その最初の一口目二口目っていうところを気をつけないと、大企業の一次面接二次面接って大きい人数のところでは落ちてしまうよっていうことなので、最初のこのパックリ食いつかせるところがすごく大事だから、この1分間を勝負しましょうということでございますね。なるほど、はい、いい感じにプレッシャーがかかってきたところで、リアルに、これは本当にリアルにそうなんで、そうですね、はい、何時間ももらえるわけじゃないですね。そうですそうです、うん、それでは早速1番目に発表したい方、挙手をお願いします。はい。おお。お待ちください。それでは高橋さんで自己 PR1 分間どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。東京大学の高橋鈴香です。私の強みは自分で決めて走り抜く自走力だというふうに考えております。で、今旬代理というところで長期インターンをしているんですけれども、ここで2つのことでその自走力を発揮できたかなと思っていて、1つ目が、既存あった企画の担当への立候補、2つ目が、新規のプロジェクトの担当者への立候補です。1つ目の既存のところなんですけれども、もともと1日密着という企画があったんですけれども、担当ディレクターがいなくて、でここは撮影が1年で 2,3 人というところだったんですけれども、入社して1ヶ月半で5人密着して、キャスティング、企画のすり合わせ、撮影、編集というところまで全て一気通貫して5人担当いたしました。でもう一つの新規のところなんですけれども、今ここに注力したら絶対にチャンネルが伸びるっていうポイントがあって、でそこにはちょっと専門知識とか必要であったりして、で自分はそこに欠けていたんですけれども、そのチャンネルを伸ばすっていうところにもう自分の絶対的な目標を置いていたので、それを達成するために未経験からそこの担当へ立候補してまいりました。以上のことから、私は自分で課題を設定してそこに対してちゃんとやり抜く力があると思うので、私の強みは自走力だというふうに考えております。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。高橋さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
ということで、丸か×かは挙げずに、良かったところと改善できそうなところのフィードバックをお願いします。はい、はい、じゃあ良かったところからいってきます、はいはい、内容よりも、うん、内容以外のところがすごく良かったです。何かというと、はい、表情、喋り方、離れ感があったので、そこのプレゼンテーション能力はすごく良かった、好印象でございますので、はい、これからもその元気さとか笑顔、はい、で話すこととか、うん、まあ、相手に好印象を与えるような表情で話すっていうところは、あの、今もすごく強みになっているので、今後もそれを続けてください。はい、ありがとうございます。よかったことでこれですね。はい、ありがとうございます。じゃあ改善すべき点、はい、これがですね、結論から言うと長い、はい、こっちはもう 2,30 人1日見てる状況で、うんうん、料理がすごい量出てきちゃった、うん、食べきれない量出てきちゃったんですね、うん、なんで短い言葉で人の心をグッと掴むっていう訓練をした方が良くて、まあ、いわゆる広告業界ではまあキャッチコピーみたいなところで、なんかその一言でそれって何、もっと知りたい、もっと教えてっていう風に食いつかせるような言葉がちょっと弱かった、うん、で、2つのポイントですっていうのところまではこっちはよし2つだな、2つ食べるぞって思ったんですけど、2つともなんか長いしよく分からなかったんですよね。違いもよく分からなかったし、もっとはっきりと違いを出した方がいいしっていうので、覚えられない長いっていうのがすごい致命的なところでした。で、分かりやすさっていうところで言うと、もっと多分挫折経験を入れた方が良くて、こんなに苦労して大変で死ぬほど精神的に追い詰められたけれども、そこから立ち直って自分がこういう行動を残してこういう成果になりましたっていう風な構成した方が覚えやすいし、分かりやすいし、共感しやすいですね、っていうので、多分挫折経験を持って入れた方がいいなっていう風に思いました。以上です。ありがとうございます。でも、あの、本当に素晴らしいプレゼンテーション能力でした。おー、ありがとうございます。両サイドのお二人にかなりプレッシャーを与える、あの、トップバッターだと思いますね。トップバッターだと思います。もう、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは二人目に参りたいと思います。二人目の方、挙手をお願いします。はい、おお、細井くんです。それでは1分間の自己 PR、 よーい、スタート。はい、細井聡太と申します。よろしくお願いします。お願いします。私の強みは圧倒的な行動力です。中学時代のサッカーの活動において、中学生ながら高校生の強化合宿に参加したりですとか、またフットサルをやることで自ら環境を脱皮して新しい視点を取り入れるという行動を続けました。その結果、神奈川県選抜というところに選出されることができました。また大学時代は新型コロナウイルスの影響で大学の授業が全てリモートになりました。このパソコンがあれば授業が受けられるという状況をポジティブに捉えて、単身横浜から名古屋に移住をしてトレーニングジムの長期インターンシップを経験いたしました。そこでは周囲の競合他社への立ち入り調査や周辺地域へのポスティング活動を通して会員様のニーズというものを汲み取り、それを実現することで会員数を100人以上増加させるとともに会員満足度 90% 以上を達成することができました。このように現状の環境に満足せずに常に上を目指し続けられる行動力こそが私の強みであると考えております。以上です。ありがとうございます。それではフィードバックのほどお願いいたします。はい、よかったです。は、声の大きさ、元気さっていうのは最高でした。はい、これからもその元気さで続けてください。はい、一方で改善すべき点がありまして、やっぱり覚えてる感がすごい強いですね。はい、覚えてきたセリフをそのまま言ってます感がすごく強くて、なんかこれいつ終わるんだろうと僕はずっと聞きながら思ってました。はい、まあ、面白くなかったっていうのがすごい感想になりますね。抑揚がないというか、ずっと一定のリズムでお経をこう読み聞かせられているような印象を持ってしまったので、はい、覚えてる感はあんまり良くないです、はい、だからもっともっと短くしてください。で、こっちがいつ終わるんだろうって退屈してしまった理由として、エピソードが多すぎるんですよ。どれを覚えればいいの、結局1日20人30人を見る中で、はい、この人はこのエピソードのこういう人間だったなっていうふうに、もう覚えられるのってワンエピソード一つの強みとか、それぐらいなんですよ。一つの学識が一つの強みとか、それぐらいなんですよ。なんですけど、どれを覚えたらいいかがわからないっていう。はい。で、面接が終わった後に何も残らない状態になってるんですね。だから私が食べてほしい料理はこれですっていうふうに絞らないとダメなんですよ。はい。だからどんな全てのことを忘れられてもいいから、これだけは覚えて帰ってもらおうっていう一つのものを選んで残り全部捨てないと何も残らなくなっちゃう。はい。で、エピソードは絞ってください。はい。どれがいいのか、サッカーの話なのか、ジムの話なのかは、
それを絞ってそれを最初に言ってください。で、はい、おまけとしてちなみに例えばジムを主役にするんだったらちなみにサッカーもやってた経験ができましたで一言で添えとくみたいな、はい、ぐらいの方がいいと思います。はい、あとは言わなくてもいい情報結構あって、そのリモートで授業になったってもう全員そうなので、うん、あえてそういうところを言わなくてもいいかなっていうふうに、はい、思いますので、そういう意味ではやっぱりいらないものを捨てて本当に伝えたいものだけを取捨選択して残すってことをした方がいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、でも元気があるのはすごい良かったです、ね、元気はすごく良かったです。うん、はい、ありがとうございます。はい、ちなみにみんな自己 PR 準備して覚えてくるじゃないですか、うん、覚えてきてない風に自然に話すのって結構難易度高いと思うんですよ。なので僕は就活生の時は本当に100人ぐらいに社員訪問しながら1分間の自己 PR 聞いてくださいっていう風に毎回やってて、で表情を見ながらなんかちょっと差し込んだりしてました。あ、それはもう場数しかないですそれは。なるほど、相手の表情を見てそれでちょっとだけ話し方を変えるとか、とか食いついたらあ、もしかして何かやってましたとか、なんかそこでちょっと差し、例えば僕がラグビーの話した時にラグビーやってましたみたいな差し込んだりとか、はい、それでもね、これ口じゃ説明できないんですよ、うん、もう場数としか言いようがないので、うん、知らない人、初めましての人に1分間の自己 PR を聞いてもらうっていうこと、経験をたくさん積んだ方がいいと思って、うん、はい、これって多分一生やり続けることなので、別に就活だけに限らず、バラマツも今後ね、別に就活終わっても今後自分の今までやってきたこと、これからできることとかを今短く端的に説明するってこと、これからもたくさんあると思いますので、別にこれ一生の話なんですよね。別に今すぐこれ就活が終わったらもう自己紹介するの今後もないってことじゃないので、一生続くと思ってやり続けた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ということで最後、ホズミ君。はい、はい、1分間の自己 PR、 よーい、スタート。よろしくお願いします。お願いします。穂積和樹と申します。はい、私の強みは課題を突破する力です。この課題を突破する力というものなんですけども、私は現在、IT 系ベンチャー企業で約50名の組織の中で営業部長をしております。この営業部長として現在売上というところを結論 160% 1年間で伸ばさせていただきました。でここに至った経緯についてなんですけど、まず一つ、この突破を証明する一つのエピソードを話していければと思います。突破した一つのエピソードとして、まず私自身がその会社に入った時に問題が大きく一つありまして、新人が本当に多く離職していってしまう、辞めていってしまう、また入った新人の成長率が明らかに低い、他社と比べた時に明らかに低いというところが問題としてありました。私が部長になった時にそこを何としても改善したいというふうに考えて、私が取り組んだのが研修制度を整える、評価制度を整える、この2点について取り組んできました。なぜこれに取り組んだかというふうなところなんですけども、まず原因として教育する体制というのがなかったんです。だから圧倒的に属人性の高い組織だった。ここを変更していって制度を強くしていったというところで売り上げを 160% 伸ばさせていただきました。以上で終わります。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。それではフィードバックをお願いします。はい、まあ、全員感じていると思いますけれども、良かった点は、まあ、場数離れしているので人に何かを説明するっていう場数をたくさん踏んでいることはすごく良かったので、かなりしっかりしてそうだという印象を受けました。はい、改善すべき点を言うと、まず一つ目は怖い怖い怖いすいません、怖いです。面接官は、はい、この、就活生を自分たちのお客さんの前に出した時にお客さんがどういう印象を持つかなっていう印象で見てるんですけど、なんで日々その面接官はお客さんと接してるわけじゃないですか、はい、でお客さんがどういう印象を持つかなと思った時に、お客さんがもしかしたら、あ、ごめんなさい1分過ぎました、すいませんすいません、1分以内にします、すいません。でお客さんが多分これ怖いと思っちゃうんじゃないかなっていう風に印象を持っちゃうんです、はい、なんでしっかりしてそうって印象を残すのはいいんですけど、練り張りがすごく大事で、はい、最初は笑顔から入った方がいい、はい、で笑顔から入ってしっかりしたところを見せつつ、ただ挫折失敗談ってところでこんなことをしてしまってっていう弱い面も見せて、でも最後はしっかりしてますっていう風な印象を残すこと、はい、っていうこの論法があると完璧かなと思いますので、ありがとうございます。終始怖かった。わかりました、はい、で僕は別に全然怖くて思わないんですけど、僕がもしお客さんの前に彼を出した時にお客さんがどう思うかなっていう時に、はい、多分怖いです。で、もう一個改善点は2点の施策から入ったんですけど、施策、はい、から入らずに先にもっとこっちが興味を引くような挫折経験、はい、失敗談があった方が、はい、その挫折経験失敗談っていうのが頭に入った上で、じゃあこの2項に改善したんですっていうことが分かりやすくなるので、先に施策から入るとこの施策本当に効くのかなっていうふうに思ってしまった、はい、のでもっと心をぐっとつかむような挫折経験失敗談があった方が
いいと思いました、はい、時には弱さを見せるってこともすごく大事なんですね、はい、結構完璧主義だと思うんですけど、弱いところ見せちゃいけないとか思っちゃうかもしれないんですけど、はい、弱いところ見せた方がむしろうまくいく、はい、のでうまく使い分けて弱いところ出す経験を出した上で自分の強み魅力ってところを伝えていくってことをしてください。ありがとうございます、はい、ということで今回は面接ではないので合否っていうよりかは南さんが個人的に一緒に働いていきたいな、魅力的だなって思った人に豪華ステッカーと豪華こちらの景品をプレゼントしていただければと思います。はい、はい、ちなみにもうお一人は決まってます。決まってます、はい、じゃあ行きます。ドゥルル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 ホズミ君です。おめでとうございます。悔しい。おめでとうございます。ありがとうございます。理由はでもやっぱりね、場数だと思います。人に対して自分の意見をぶつけるっていう多分場数を多分他の2人と比べて多分相当積んでるはずなんですよ。もうその日々のコツコツとした努力に感動しました。ありがとうございます、はい、逆を言うとこれから場数を踏んでいけば、はい、全然ホズミ君みたいな、はい、魅力的な自己 PR ができるようになるってことですか。まあ、全員そうです、そうです。とにかく場数ですね、うん、野球上手くなるにはバッターボックスに立ってバット振らないと上手くならないので、うん、もう単純に打席に立てようという話でございます、うん、だから誰でも逆に言うとまでできる、うん、でもやっぱり、ね、分かるんですよ。その人といっぱい話してるだろうなっていうのがもう最初の30秒とかっていうか何なら10秒で分かるんですよ。ということで皆さんどうでしたか、1分間の自己 PR を終えて。まず最初高橋さん。そうですね、緊張しました。もう目の前に南さんがいるめっちゃ見られてるんですよ。怖いですね。力がすごくて、でも飛ばないように飛ばないように頑張って話しました。でもまだまだだったなって思いますね。面接官側もね、明るく笑顔でねいてくれたら話しやすいですね。まあ難しいですね、まあうん、だから僕この前の動画でも言ったんですけど、はい、笑顔の方が逆に危険で、そうそうそう、笑顔の方がいい印象を残したまま落とすので、うんうんうん、僕は笑顔の方が危険だと思ってます、はいはい、だからむしろ真面目な方がむしろいいと思った方が良いと思う、うん、逆に笑顔だと恐怖を感じた方がいいと思う、まあ、戦略的コアモテということで、うん、これはだからあえてやってます。ありがとうございます。じゃあ細井くんいかがでしたか。はい、ありがとうございます。やっぱり私も怖いなってちょっと思いました、南さん。オープニングの時のわーいって感じとは一見違って、こう面接になるとこうガッってなって、だから私もこう正直飛ばないように飛ばないようにっていう意識が先行しちゃったので、こう原稿を読んでる感が出てしまった。出てましたね、はい、やっぱりそこは人と人とのコミュニケーションというところで原稿そのまま言うんではなくて、その場に応じた話し方ができるといいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後ホズミ君、はい、ありがとうございます。笑顔です。ちゃんと吸収しますね、はい、笑顔だって言ってください、はい、南さんですごくこうお話聞いてる中でなんか情熱だったりだとかすごくこう感情を大事にされてる方かなって思ったので、はい、自分自身ゴールとして熱いねって言われたら最高の褒め言葉だなっていうふうに思ってますよ。ただそこが怖いねっていうふうに言われてしまったのはちょっとニュアンスが違ったなと思っていて、その点なんかこうどう感じられたのかなっていうところがすごく気になったので、この後またフィードバックをしたいと思いました。あ、じゃあ今フィードバックしますか。はい、厚さを感じるのって一回谷底に沈んだ方がいいんですよ。一、はい、回沈んでこんなにきつくて辛くてっていう話があった上で、とんでもない失敗挫折をした上で、でもそこからこうやって乗り越えたんですっていうこのギャップなんですよ、はい、この落差がすごく大事なんですよ、はいはい、この落差がないとただなんか強そうな人って終わっちゃうんですよ、はい、だからもっと多分下に落ちた方がいい。なるほどです。分かりました。なんか分かります。分かりました。これこのジャンプが厚さなんです、はい、これが弱かった。なるほどです、はい、ありがとうございます。まさに感情の話ですね、これも、はい、本当に離れしてるなって思ったんですけど離れはしてるんですか、実際に。はい、離れはしてると思います。どういう離れというのも、本当に自分自身もともとセールスやってたので、1年間約セールスやってきたので、まずこれまでにやってる歴代のお客様っていうのが月 30×12 ヶ月なんで、まあ、大体350名くらいの方に対してセールスをまずしてきてるっていう中で、その350×1人当たりのお客様で3回から4回商談とさせていただくので、本当に多分1000回を超えるような場っていうのをまず経験させていただいていて。なんで？すごい。なんで？2年生ですよね。2年生です。
多分あの画面の向こう側の皆さんも同じ表情だったし点点点って多分あのスズさんと同じことを思ってると思います、うん、多分穂積くんにはこの春蘭よりステッカーとわー豪華キラ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 南さんとのツーショット券ですよいしょいや嬉しい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 ありがとう嬉しい私も欲しい嬉しい感動感激どうですかいや最高ですいやそうだと思いました本当はやっぱ旅行券かなみたいな僕隣についてきます大丈夫ですか一緒に一緒にツーショットぐらいで同じベッドになりますけど後ほどツーショットを撮っていただけたらと思います、はい、じゃあということでいやでもねプラスしてあの普通にちょっと豪華ランチ行きましょうあお願いします、はい、ちょっとあのすごい僕が豪華ランチやりますおお、はい、おめでとうございますはいということで今回、自己 PR 対決3人でしていただきましたこれはなんか優劣とかっていう話ではなくってなんかそれぞれすでに持ってる魅力をどういうふうにあの伝えればいいかっていうところの学びになったらよかったなと思いますということで南さん皆さん今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたせーのじゃらんじゃらじゃら このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます今後も面白くてためになる動画を出していくのでよかったらチャンネル登録お願いしますまた動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています気軽にご応募くださいありがとうございました。